皆さんこんにちは、エルザです。今回はいろんな武器を使いこなしたい、でも切り替えと練習がしんどいという方向けの動画となります。まあ、僕自身スプラ2からプレイを続けていますが、比較的前衛でも後衛でも使える珍しい方なのかなと思ってます。まあ、武器の遍歴で言うと、ザップ、スパッタリ、ボールド、スクスロ、トラスト、ジェスツイみたいな感じでいろいろ使ってきました。まあ、これだけ見ると徐々に射程は伸びてますが、まあ、極端すぎるなっていうのがありますよね。ただどの武器でもだいたい XP23 とか24付近は勝ったりとかできるので、それなりに使いこなせる実力はあったのかなと思います。そういう意味では切り替えという点ではうまくできたなと思いますね。でもこの切り替えって練習をたくさんしたんでしょうと思われるかもですが、正直僕そんなに練習というかプレイをする時間はないので、そこまでしてないっていうのが本音です。はい。なのでどちらかというと、切り替えの時にあることだけを意識して使うということを重点的に考えてやっていました。なので今回はその紹介となります。ということで今回はこの切り替えがどういった考えでプレイをしたらうまくいくのかということを次の順で紹介していきたいと思います。また今回は比較できるように若葉と絶水の話を多用していますので、そのあたりはご了承ください。また今後も更新していきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず武器替えについてですが、武器の射程理解が大事となります。武器の違いとしては連射力やダメージ、射程といった感じで言い出す場合いろいろあります。まあサブスペとかいろいろありますからね。ただこの中では射程が一番重要視してます。この理由っていうのがですね、連射力が高くてもダメージが出せても射程を有利に使えないと結局武器の性能を引き出しきれないっていうのがあります。まあ相打ちになったら意味ないですし、射程がある武器は押し付けないという意味がないので、なんかそのあたり引き出せれない原因となってきます。でスプラの武器性能を見てもらうといいんですが、基本的に射程に合わせてキル速や連射力っていうのが備わっています。まあ、ジェットスイーパーと若葉で比較するといいんですが、射程の違いに合わせてキル速が遅くなっているんですよね。またはダメージが違うとかいろいろあります。そのため武器を切り替えた時に射程をしっかり理解した上で前に出ないと、かえってやられるっていうことが起きてしまうんですよね。また武器を変えたらうまく勝てたっていうこともあるかと思いますが、それは実際慎重になっていて射程ギリギリ戦うっていうことをしているからです。要は慎重になっているため適正射程で対面をしっかりこなしているから有利になっていたっていう状況になってるんですよね。意外と他の武器変えたら勝てたっていうのを慎重になってますからね。逆に慣れてくると前のめりになって余計な詰めの行動をして対面負けするっていうことが起きます。このようにキル速が速くてもダメージは高くても射程を理解していないと無駄に詰めすぎたり下がりすぎるため苦労してしまうんですよね。また射程理解に関しては連動の一つとも言えます。これを理解していれば連動を一気に上げる要素となりますね。射程を理解してしまえば武器替えをする際にすんなり使えるっていうこともありますので、意識をするようにしてみましょう。続いて武器替えの時に意識したいことは、連射力に合わせた対面方向となります。若葉みたいな連射力が高い武器と絶水のようにちょっと遅い武器では対面の仕方っていうのはもちろん変わってきますよね。まず若葉のように連射力の高い武器は引きつけることが重要となります。というのも連射力が高い武器は射程が短めとなっています。まあ、それにはスピナーは省きますがね、あれは特殊です。こういった武器は無理やり前に出て対面を仕掛けるよりも、待ち伏せや自陣に入ってきた敵を狙う方が対面がしやすかったりします。そのため足場を取られないように塗りをしながら相手が甘えた詰めをしてくるのを待って対面をした方が有利になるというわけですね。テスをする時を思い出してもらいたいんですが、こういった武器は前に出た瞬間やられがちだなと思います。では絶水などのように連射力が遅めの武器の場合はどうするのかというところがありますが、削る攻撃が重要となります。できればキルを取りたいっていうのはあると思いますが、キルを取るのではなく削って甘えた敵をさらに仕留めるっていう方法が一番いいです。
絶水などを使っていると分かりますが、射程を生かした攻撃っていうのは相手はとても嫌がります。ずっと撃たれると鬱陶しいですよね。強気の相手でない限りは下がっていくんですよね。そのため対面を仕掛けるときは射程を押し付けながら削るイメージっていうのが非常に大事です。倒すことよりも削って押し込んでいくっていうのが大事ですね。ただ逆に詰められるときついので先手を打っていく必要があります。先手を打つっていうところと引き込むっていうのは全く違いますよね。ちょっとした連射力の違いとなりますが、連射力が高く短いなら支え込み、長く圧をかけれるなら押し込むという切り替えが非常に大事です。まあ、これを理解していれば大体の武器の基本対面が抑えれるので、連射力でどういった対面ができるのかを考えてみるといいのかなと思います。このあたりはキルに依存しているとちょっと考え方としては難しいかもしれないですね。続いての武器替えで意識したいことは、サブの使用は射程で頻度を変えるということです。先ほどまではメインに関する話だけをしてきましたが、サブも武器替えをする上では非常に大事です。特にサブ武器は射程をカバーするものが多くありますので、使えて損はないと思っています。ですが一番はその使用頻度が重要となるわけです。例えば若葉のように射程が短いけど塗りが強いという武器は、タイミングに行き着くまでが非常に難しくなっています。なめろうとかイメージするとですね、なかなか前出れないですよね。そのためサブにボムがあるようであれば、それによる追撃や押し込みといった牽制をして敵を動かす必要が出てきます。若葉でポジションにボムを投げてくる相手がいるときってとてもしんどいんですよね。まさにそれをやります。こういった射程が短く塗りの強い武器っていうのは、押し込む方法さえあれば活躍ができます。その状況を作るためにサブのボムなどを使うのは非常に重要な行動となるため、自陣が整っていれば積極的に使っていきたいっていうのがありますね。逆にジェスティなど射程がある場合は、メインをしっかり使って圧をかけるのが重要になってきます。ジェスティはラインマーカーがついているのでまた特殊にはなってきますが、インクと圧のバランスを考えるとメインの方が大事です。ただ後衛寄りの武器でラインマーカーやポイズンミストのような邪魔ができるサブなら、適度に相手の後衛に嫌がらせをするっていう風に投げるのはありかなと思います。メインで届かない相手に対してだけサブで嫌がらせをするという考え方で大丈夫です。逆に塗りができない上サブばかり使っていたらインク枯渇も激しいので、実は何もできなくなるっていうのがあるんですよね。ラインマーカーめっちゃ楽しいんですけどね、楽しすぎて他がおろそかになるっていう状況がよく出てきます。射程と連射力でサブの使用頻度が大きく変わりますので、短射程ならサブを思いっきり使う、長射程ならメインでインクを撒き散らすっていう感じで考えていくといいかなと思います。最後にですが、武器替えのメリットについて話していきたいと思います。武器替えのメリットに関してはいくつかありますが、本当の適正武器が見つかるという点が僕の中では一番のメリットかなと思います。まあ、僕自身スプラ2で前衛武器が向いていると思い込んでいたので、今考えると後衛の方が向いてるなとよく思いますね。というのもスプラ3になってから後衛武器の方が成長の伸び率が高かったように感じるからです。まあ、スプラ2で言えば3年近く使った前衛武器を3ではほとんど使わず後衛武器に変えて馴染んでるわけですからね。このあたりはとても面白いなと思います。正直3に行かなかったら後衛武器使うっていう発想はなかったですもんね。で、武器替えのメリットはマップごとの対応とか環境に合わせれるっていうものももちろんあると思います。ただこれに関してはやっぱり知識っていうものが必要なので、直感的に変えれるかどうかっていうとまた別の話なんですよね。ですがやっぱ一番のは相性のいい武器がいつの間にか見つかってるっていうことだと思います。自分がイメージしてるところに攻撃が自分の意思と同じようにサブスペ使えるかどうかっていうのは大事ですからね。またスプラ自体のゲーム連動も全体的に上がるっていうのもあります。それぞれの武器でキャラコンの求められるものが変わってきます。これがとてもいいことかなと思いますね。ただこの武器替えに関してはいきなりガチまで使ってみようっていうのだけは必ず避けた方がいいと思います。まあ、武器替えっていうのは一部の練習ではありますので、いきなりガチマに持っていくっていうのは適切ではないっていうのがありますね。まあ、マナー的なものとかいろいろありますが、個人的には冷静な判断ができないのでちょっときついなと思います。
で、ガチマの場合だとそもそも連動差がもろに出るので武器替えの場としては適さないっていうのがあります。で、僕の場合必ず縄張りで数千ほどはこの要素を意識しながら使うっていうことをして武器替えになれるっていうことをよくやってました。まあ、これが一番大事かなと思いますね。はい、ということで、ご視聴の方ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。